犬っ子祭り犬っ子祭りは、秋田県湯沢市で、毎年2月に行われている、民族行事であり祭りである。400年ほど前の江戸時代に、起源のある、正正月の民族行事であり、現代では2月の第2土曜日と、その翌日に行われている。米粉で作った子犬や、鶴亀などの縁起物の細工を東南前置けとして、家の戸口などに飾り、雪で、お堂と、 犬っ子の雪像を作る。犬っ子とは、犬に愛嬌を込めて呼ぶ設備後、子がついた秋田弁であり、秋田県に似た立ち耳で、巻き用の外見で締め縄などを首に巻いた姿で作られる。夕方になるとお堂にはろうそくを灯し、犬っ子の細工を餅や甘酒などと共に備え、ゆきん子姿の子供たちが遊ぶなど、同じ秋田県内で行われる鎌倉行事との類似点もある。 また近年では同時に愛犬祈願祭が行われるなど愛犬に関連したイベントも行われている。現那時代、白昼堂々と人家を襲う白内という盗賊がいたが、湯沢に入植してきた佐竹しなん家の殿様がこれら一味を退治し、再びこのような悪党が現れないようにと、米の粉で小さな犬子や鶴亀を作らせ、旧正正月の晩に、 これを家の入り口や窓にお供えして記念させたのが始まりとされる犬っ子祭りなどありがとうございます。